年を迎え、今年もまた多くの新成人が成人式を迎えた。今年は日向坂46からは橋未来虹、森本祭り、山口幸男、平尾夏、山下鳩メカの5人が新成人を迎える。3期生と4期生のメンバーが並んでおり、新たな未来を予感させる世代だ。橋未来虹がダンスでグループを牽引。2022年から初めての後輩となる4期生も加入し、先輩として風格も漂ってきた感のある橋。10トンエッジシングル、I'm I Ready に収録されている3期生楽曲、愛の引きこもりでは初のセンターを経験したほか、昨年11月22日から26日にかけて東京国民共催、クープ、ホール、スペースゼロにて上演された舞台、ラフテイル・オブ・アラジン、チルダ・アラドディン&ザ・マジック・ランプ・ストーリーでヒロインにあたる王国の姫、バドゥール役を務めるなど、着々と力をつけている。身長170センチメートルを超えるスタイルの良さが活かされたしなやかなダンスはグループの中でも特に目を引くものがあり、新年一発目の公式ブログでは、私の目標はパフォーマンスの要となる。歌とダンスを磨いて表現することを心から楽しむ一年にしたいと語っていたように、2024年はパフォーマンスの中心を担っていく予感がする。1。また、昨年12月には公式インスタグラムも開設しており、より前向きの発信が増えていくことだろうし、演技をはじめとしたソロ活動にも期待が高まる。森本祭り、バラドルとしての覚醒に期待、今年は森本にとっても飛躍の年となるはずだ。お日様、日向坂46案の故障の中ではよく知られているように、森本といえば冠番組、日向坂で会いましょう、テレビ東京系、以下。ひなあにおいて MC のオードリーの若林正康の発言を発端に、激ヤバさんといじられるなど、日向坂46屈指の強烈な個性の持ち主。きっかけは森本の兄が必死に貯めていた貯金箱から何度もお金を盗んでいたというエピソードだった。今のところ、森本のヤバさは内輪だけにとどまっているが、様々なバラエティ番組への出演が叶った際には、きっとバラドルとして覚醒することは間違いないだろう。一刻も早く大番組で活躍する森本の姿が見てみたい。最近では舞台、幕が上がるの沙織役で口述する山口と共にダブル主演を務めたことも記憶に新しい。上村ひなのと山口秋夫を除く3期生は2021年に放送された日向坂46主演のドラマ、声張る。日本テレビ系は出演しておらず、今回の舞台が初めての演技への挑戦。舞台の語り手として登場した森本は等身大の高校生を見事に演じてみせ、今後の期待を感じさせた。山口秋夫、野球好きアイドルとして独自路線へ。山口は、7トンエッジシングル、僕なんか、収録されている3期生楽曲、ゴーフルと君ではセンターも経験し、にこやかな笑顔で魅了している。そんな山口といえば、2023年は野球好きとしての活躍が目立っていた。昨年4月に横浜スタジアムにて開催された4回目のひな誕祭では横浜 DeNA ベイスターズのユニフォームを身にまとい、前横浜 DeNA ベイスターズ監督のアレックス・ラミレスと始球式を行ったほか、同年6月には横浜 DeNA ベイスターズ VS 北海道日本ハムファイターズにおいて2度目の始球式を経験。日向坂46を代表する野球好きメンバーとして、山口の才能が知れ渡っている。そして、桜日向ロッチの伸びしろラジオ、NHK ラジオ第1のレギュラー MC としても活躍しており、トークにも磨きがかかっている印象。欲を言うならば、始球式だけではなく、もっと山口のトーク力が活かせる野球番組も見てみたいところだ。平尾夏、ラジオ MC としての期待、昨年の勢いという意味で最も目覚ましかったと言えるのは4期生の平尾夏だろう。9月には地元のラジオ番組、日向坂46、平尾夏の平尾ラジオ、FM 山影がスタートし、パーソナリティとしての経験を積んでいるところだが、日経エンタテインメント、日向坂46スペシャル2023、日経 BP ムックでは、おもてなし会でライブの MC をしたとき、好きなことが見つかりました。佐々木、久美さんから学んで、喋れるアイドルになって、全体ライブでも MC を担当できるようになりたいですと意気込んでいた。平尾の聞き心地のいい性質と安定感のあるトークはまさにラジオ向き。15分という短い枠ではあるが、
今後30分枠に拡大することも期待できる。また、2ND アルバム、脈打つ感情、収録の4期生楽曲、ロッククライミングでは初のセンターを務め、まさにロッククライミングのように地道に階段を駆け上がっている。4期生のアンバサダーとしてグループの魅力を発信してくれることに期待したい。山下バトメカ、ヒメタルポテンシャルに注目。高校卒業後に住宅設備系の会社に就職し、その後グループに加入するという経歴を持つ山下バトメカにも注目したい。加入当初はしっかりもののお姉さん的な立ち位置かと思われたが、ヒナアイでは徐々に個性を発揮している。例えば、初登場の際には会社員時代のエピソードとして、A4 用紙を1箱発注しようとしたところ、10箱も発注してしまったという、A4 用紙大量誤発注事件を明かした。また、山口昭代さんの山口の、口の中に2人で入ろうという話をしましたという意味不明な発言で MC のオードリーを困らせたこともあり、見た目と中身のギャップには彼女の底知れぬポテンシャルを感じさせる。昨年は膝の負傷により4月1日に開催された4回目の膝探査を欠席するという不運にも見舞われてしまったが、今年こそは聖地、横浜スタジアムで輝く山下の笑顔が見たい。今年の新成人には日向坂46の未来を担う可能性に満ち溢れたメンバーが揃っており、チャンスが来れば一気に化けそうな逸材ばかりだ。2024年は大人になった彼女たちがグループを引っ張っていくことだろう。